さて来週のサザエさんは船です。今年はこの歌で決まりですね。似てね。サザエさん、サザエさん、磯野家のサザエさん、世田谷に住んでる血液型 B 型サザエさん。マスオさんの会社は海山商事、カツオとワカメの学校はカモメ第三小学校、サザエさんの声はサリーちゃんのヨッちゃんの声、ワカメの体重は25キロ。マスオさんの夢はパイロットになることだった。サザエさんは口紅女、性格口の先しかつけない。マスオさんの友達アナゴさんはひどい顔、ノリスケさんの鼻は大きい。ちゃぶ台を囲むときは全員正座して、子供だけ座布団敷いてない。マスオさんと波平さんは会社に行くときはバスに乗り、帰りは駅から歩いて帰ります。何年経っても年取らない、みんな以上に頭がでかい。セーターどうして着るのかな、ヘアスタイルテクノカット、磯野家と福武の二世帯同居住宅だ。だけど表札磯野だけ、福武宛ての手紙はどうする。どうして女房の実家に同居、まるで養子のマスオさん。サザエさん、サザエさん、特技はゴリラの真似、マスオさんからもらったハンドバッグ宝物。波平さんの仕事は山川商事の課長さん、サザエとマスオはデパートの食堂でお見合いをしました。カツオとワカメは鱗の柄の布団に寝ています。玉役の声優さんは誰。玄関入って右の部屋はカツオとワカメの部屋で、磯野家の戸棚にはケーキやおやつが入ってる。エンディングテーマはみんなでピクニック、お家の中に吸い込まれちゃう。伊佐坂先生の子供は甚六さんと浮江さん、甚六さんはずっと浪人中。昔隣に住んでた浜さんところの犬のジュリーは葉巻を捨てました。カツオが好きなの香織ちゃん、中島くんも香織ちゃんが好き。だけどカツオ好きなのはちょっと強引花沢さん。波平さんは55歳、船さんが52歳、サザエさんはなんと24歳で年寄り老けてる。カツオは小学5年生、ワカメが3年生、計算すると船さんがワカメを産んだの43歳。高年齢出産で帝王切開したのかな。マスオさん、マスオさん、大阪生まれ、だけれど一度も大阪弁を喋らない。チラチラと音がする。イクラちゃんのセリフははいバブーちゃんだけ。サザエさんの先祖磯野もくず源のスタミナ、波平さんの兄弟は双子の兄さん海平さん。波平さんは毛が1本、海平さんは毛が2本。サザエさん見てるとちょっぴり憂鬱、日曜日もおしまい、明日は会社に行かなきゃ。サザエさん、サザエさん、磯野家のサザエさん、福岡生まれ、サソリ座のサザエさん。まつげないサザエさん、おでこないサザエさん。